ごい高さだったりパワーだったりすごいシンプルに点を取れるチームなんで、しっかり白はそれに対応できるように準備して全チーム全体でいいチームができたらいいかなと思います。一番明日守る上で気をつけたいことって何になりますか？そうです、まあ、どの試合も変わらないと思いますけど、まず立ち上がりからしっかり戦えて入りから大事にしたいなと思います。決勝トーナメント入ってからですけれども、なでしこジャパンらしい攻守にわたってのサッカーってできていると思いますけれども、一番後ろからご覧になられていて、どのように皆さんを見られてますか？そうですね、そう見えるなら多分それは絶対続けないといけないと思いますし、明日は明日でしっかり最初から戦えるように頑張っていると思います。決勝トーナメント入って全員が連動した守りというところからリズムができていると思うんですけれども、一番後ろから大きな声出されてますけれども、特にどんなことを一番意識されてますか？特に意識していることはないですけど、本当にベンチからもすごい声が出てますし、チーム全員で戦ってるなってのが分かります。イングランドに対しては、まあ、ここまで本当に来たチームなんで強力もあると思いますし、メンバーも強い選手がいると思うので、まあ、いい準備をして戦えたらいいなと思います。高い位置でやらせてもらっているというのは、その本当にこだわりは持ちたいんですけど、とりあえず攻守の切り替えにおいて早く切り替えて、まあ、奪われても高い位置で奪い返せるようにしていきたいです。そしたらゴールにも近いと思うので、そういうところを意識してやっていけたらいいかなと思います。まあ、相手が、まあ、イングランドであろうとどこであろうと、本当自分たちのサッカーをカットしていくだけだと思いますし、本当に全員がもう気持ちのまで負けないことが一番だと思うので、まあ、相手とか誰とかじゃなく、チーム全員として戦っていけたらいいなと思います。やりきる力だったり、そのやりきる力、最後まで諦めない力っていうのを、まあ、自分たちは本当に持ち続けてプレーしているつもりですし、それがしっかり本当に結果に出てるっていうのは強いかなと思います。